竹内さんは文京区のお生まれなんですね。で、ああ、文そうで京すか。区で生まれまして、その後すぐ大連に1歳の時に行きまして、ああ、そうでそすか。れで小学校に上がる前に今度1人で大連が文京区に帰ってこられるんですね。ああ、そうで、です文か。京区で17歳までいまして、で、まあ、小学校、中学校、実は5年生の時から竹内さんピアノが弾けたんですね。これで中学校の時に学徒動員で、埼玉県の山奥の方へ行って、そこで「リシェンヌ・ボワイユ」の聞かせておくれよ愛の言葉でしたっけ、そのシャンソンを聞いて、それを生涯私はもう音楽の道に進もうというふうに決めたので、それがちょうど文京区だったんですね。そだのから曲文よ京く区と、ね、取り入れられてまそうすよそう、ね。そのことはよく書かれてるんですけど、文京区と竹内さんとても縁があるということでですね、文京区のシビックホールで、3年前から竹光徹の音楽というプロジェクトをですね、私の方に依頼がありまして、なぜ私に依頼がありましたかというと、10年ほど前から竹光徹の全集を作りまして、これは竹光さんの全部の作品を、まあ、CD54 枚と、それから、まあ、辞書的な本を作っ、まあ、ほぼ7、8年がかりで作ったもんですからね。その関係で、どういうそコンうサーでトをすしようか。かというお話があったわけなんです。ああ、それなるで第ほ1ど。回目は竹光さんの、まあ、本当の処女作品というか、一般では全くやられてなかったピアノ曲を演奏したり、第2回目はそのテープ音楽とかラジオの音楽、珍しい曲を今までのね、やったんですね。で、まあ、それは小ホールでやりまして、小ホールはまあ450ぐらいの席なんで、これはまあ心配したんですけど、いっぱいになりまして、で今度いよいよ、まあ、うまくいったら第3回目もやろうということだったんですけど、どうもうまくいったらしくてですね、第3回目は大ホールで演奏会をやると。で大ホールはキャパが1600もありましてね、せっかく大ホールでやるんだからオーケストラ作品をやろうということで、1年ほど前からちょっと企画をしてですね、でオーケストラ作品をじゃあどういうふうにやろうかというので、今まであまりやったことのない形式でやろうというので、で竹光さんの、まあ、所属作品であるオーケストラ作品の、まあ、27歳の時の、まあ、有名な「弦楽のためのそレうでクすエね。ム」、それからですね、次は木の曲、これが31歳で、この木の曲の次がですね、「地平線のドーリア」、これが36歳、そしてアステリズム、これが38歳と、ここまでが第1部なんですね。で、それぞれなんていうか、竹光さんのオーケストラ作品の初期の、まあ、一つのエポックをなす曲、ああ、なるほど。それで、まあ、竹光さんの音楽の流れっていうか、変遷っていうか、竹光さんどういう思いで音楽をこう作られたかっていうのをですね、聞いていこうという試みなんですね。それで第2部にですね、まあ、オーケストラばっかり聞くとちょっと一休みということで、高橋雄二さんと、漆原恵子さんのピアノのデュオを含めるですね、高橋さんのソロで「フォアウェイ」という曲を、これが43歳、それから「閉じた目」、この曲が49歳、それから「11月のき、えー、きく、えー、霧と菊の彼方から」というデュオの曲がありますね。この3曲を挟んで、その後にですね、ウィンター、冬という曲ですね。それで最後が50歳の時の遠い呼び声の彼方へと、こういうプログラムなんですけども、とオール竹光のプログラムで、とにかく作曲年代順に変年に聞いてみようという試みはあるようで、今まで、ないでなすかったね。んですね。まあ、例えばベートーベンとモーツァルトの間に竹光をやるとか、ブラームスの間にやるとかっていうことはあったんですけども、あるいは現代音楽の作曲家の中の一つとしてあったんですけども、竹光さんの曲を生の演奏で通して変年で聞くという、まあ、初めての試みだろうと思うんです。それで、まあ、このプログラムを作ってみて、いろんな方のこう反響をお聞きするとですね、こういうプログラムを待ってましたという方がですああ、ね、そうですか。とても多くてですね、そうだ、やっぱりこういうことをしてよかったんだなと思うと同時にですね、竹光さんがどういう思いでこう音楽を作っていかれたのか、それからいわゆる竹光トーンと言われてますけども、それは一体どういう音楽なんだろうかというようなことをですね、一度通して秋の一日聞いてみようという試みなんですね。それで、まあ、私が解説にもいろいろ書きましたけども、竹光さんは1971年に「音沈黙と測り合えるほどに」という本を書かれてるんですけども、
だから竹光さんはその沈黙と測り合えるほどの、深さを持った音楽っていうか、はい、あの何もないものに比較することができるほどの強い音楽ということですね、はい、それから、はい、そういうことを目指されたと。それからまあ、個人音楽は非常にパーソナルなもんだけども、はい、パーソナルなものではないと。私の音楽はその個人的に書くわけではなくて、うん、その宇宙に対して、宇宙の呼び声みたいなものに対して、うん、こっちからメッセージを送るんだという、うん、ようなことをですね、はい、おっしゃっていると。そういったことがですね、竹光さんの音楽の中から聞き取れるんじゃないかと思うんですね、うん、だから旋律だけじゃなくて、そのメロディーに変わる例えば音色だとか、あるいはその音の、まあ、音に色があるっていうのは変ですけど、音の濃淡であるとか、そういったものまで含めてですね、竹光さんの初期の作品から、5年、あるいは10年、15年、20年っていうふうな、はい、刻んでみたときに、はい、竹光さんの音楽がどのようにこう変わってきたかっていうのを、まあ、2時間の間で駆け足なんだけども聞いてみるという、はい、まあちょっと贅沢なね試みなんですね。それで演奏は高崎さんがですね、高崎さんと東京フィルハーモニーがですね、はい、取り組んでくださるんですけど、高崎さん自身も竹光さんのが、まあ、生前に一緒に伴奏を弾いたこはい、オーケーの中でバイオリン弾いたことあるらしいんですね、はい、ですから高崎さんもかなり力を入れて今度取り組まれてるし、それから高橋由依さんはそれこそ10代の頃からそうですね、お付き合いありました竹光さんの、まあ、友人であるし、はい、竹光さんのアステリズも初演してるし、まあ、いろんなものは初演されてるんで、はい、いい演奏になると思います。それから場合には漆場さんが出てくると。だから私自身もですね、大変このコンサートを楽しみにしてます、はい、それで前半にちょっとこのことを含めてプレートークもありますので。あ、そうですか。で11月の23日、はい、金曜日祝日のマチネで、はい、15時開演、14時半開場です。あ、そうですね。文京区シビックの大ホールでありますので、はい、まだ若干チケットあるようなんですけども、はい、ぜひ聞いていただきたい。ぜひ、めったにない機会なんで聞いていただきたいと思います、はい、オーケストラを、まあ、編年で全曲じゃないんですけど、まあ、やろうという演奏会なんです。それと私のコンサートが11月の23日なんですけども、はい、ちょうどその1週間前には17日にはですね、東京コンサーツ東京混声合唱団の演奏でですね、竹光の合唱作品全曲というのがあるわけです、それもですね、私もそちらもぜひ聞いて聞きたいと思いますので、両方のコンサート竹光が1週間ずつでかなり珍しいコンサートがありますのでね、そちらの方もよろしく。